大塚山公園は東京都八王子市有水にある公園である。かつての絹の道の中継地点であった。八王子市有水の北端に位置する。標高は213.4メートル。公園内には1875年に建てられた永泉寺の別院であった道、両道の跡地がある。1963年にこのお堂を管理していた。 老婆が殺害される事件が起きてからはお堂は荒れ放題となり、1983年、八王子市によってお堂が取り壊され、1990年には大塚山公園として整備された。公園から絹の道を下ったところにある絹の堂、資料館も同時に整備、開館したものである。公園内には、同僚堂跡をはじめ、石段や石道路などが残っている。また、 公園の入り口には、絹の道石踏みがある。なお、御天橋から石踏みまで続く 1.5km ほどの絹の道は、市の史跡に、このうち絹の道資料館と石踏みの間にある約 1km の未舗送部分は、文化庁の歴史の道百選に選定されている。同僚道が混流されて間もない明治初期にはすでに継承地として知られていた。1880年に、 内務省地理局によって編纂された、知事、広告知事、槍水村の項には、大塚山について、次のように記している。直立70条、二21度にくらい、須山城より四方を眺望すれば、一目のもとに十二州を望むべし。その東南は、水炎病房の際に、水体の笑い眉を、締めずるごとき者は、暴走所残なり。 東北には、日立の筑波南帯所帯の山岳、相対して相然たり。北方には下屋の日光、孤立して、さつき天に、ソビエフ。また西北には上野及び、本州の庶民峰連綿起伏し、その裏に、的糸常に噴火を吐く者は、新州の浅間だけなり。次に、西南の諸山は、地尊のごとくその下に、並列。南は太陽を望む。 郷里の田舎はどこあそこにあり。玉川、浅川等の水路は東北にバンクするを見る。ああ、この身、百里山の招致にして学校にもこれをどうするのは、図心の絶景というてかなり。所在地、東京都八王子市有水405-1。ありがとうございます。